ニューヨークですね。どうするべき？1時間空いた方がいいんだもんね。でもそうなるとちょっとあれか。久しぶりのオンラインありがとうって。ありがとう、こちらこそ来てくれてありがとう。ねこれそう、どっちがいいんだろう。どっちにしても、どっ、え、待って、15分までやって次は11時、45分しかあかんけど11時から12時やるとかでもいいのかな。どっちがいいと思います？あ、本当？一緒なら、じゃあ15分までやるわ。うん、15分まで。オンライン、ありがとう。じゃあこれでいいですね。 T シャツは宮崎で買ったの？そうです、宮崎です。ニューヨークって書いてるけどね。今から夜ご飯を食べます。はい、わさっぴさんキラキラありがとう。今から夜ご飯を食べます。今日は、あ、でやばい、危ない、ちょっと待ってるね。よいしょっと、これなんか温度が、大丈夫か。トマさん、タコさんありがとう。ユカリに会ってきた？いいの？会いたいよ。鍵開けでね、ありがとうね、ナオキさん、嬉しかった。めちゃくちゃ楽しいんだ、嬉しい、ありがとう。白いやろ。え、今日白いって言われた、今日白いって言われた。今日全身白、全身白なのです。今エコバッグ畳んでる。ドマさん、だるまさんありがとう。カラスのカコさん、タコさんありがとう。それではご飯を食べたいと思います。今日は、これ食べれるかな、本当に今日食べれるかちょっとわかんないんですけど、このお弁当の種類、まあ一応鮭なんで。こちらは、これどこのお弁当やかな。このお弁当を食べたいと思います。それでは、最近ゆっくりに会ったのいつやろ。最後に会ったのね、え、最後に会ったのね、2月ぐらいやと思う、多分。え、待って、香りがちょっと私には無理かも。まあ一応開けますよ。お弁当、え、なんか何の香りかなこれ。ちょっと何の香りかも分かんないけど、ちょっと食べれないかも。いや、好き嫌い多いんじゃなくてね、味覚と嗅覚の問題なんですよ。まあいけるんじゃない。はい、こんな感じでーす。じゃじゃん、こんな感じでーす。じゃじゃんって感じですね。はい、待って、何かの香りが、私はこれは無理だ。うん、まあ食べます。めっちゃ豪華。とりあえずいただきます。ね、美味しそう。
めっちゃ美味しそう。いただきます。一応鮭なんで、かいわれはごめんなさい、いただきます。あ、わかったわ。これはきっとこれはこれが無理なんだ私は。うん、じゃあいただきたいと思います。それではいただきます。食べれるところだけ食べますね。うん、かいわれがかわいそう。なんてこと。かいわれは大丈夫ですよ。でこれさ、海苔の下何が敷いてあると、これ待って、今のところ美味しい。今日はね、鮭なの。今日は鮭。やばい、落ちそう。あ、待って、ここの部分ダメだわ。なんか肉団子みたいなのが乗ってたんですよ。そこの部分は絶対に食べれないので私。そこは避けますね。すごい匂いが強いけど、本当だったらめっちゃ美味しそうなお弁当ですね。うん、でも香りが強い。これが昨日食べたやつより鮭が多く。本当？やったぜ。鮭、今から鮭食べるわ。骨ないよね。大丈夫だよね。骨がありました。難しい。これ骨がさあったりなかったり難しい。うん、ちょっとこのお弁当は骨が要注意ですね。骨要注意。わ、本当に肉団子の香りが。私はダメかもしれない。うん、あ、そうそう、味じゃなくてね、これ食べてみる、しば漬け。うん、うん、紅生姜みたいな味する。
鮭の骨難しいよ。わかんない、なんか。これ鮭あるかな、骨。美味しい点をお見せしましたって。ぶっちゃん面白かった、ありがとう。確かに刺さったらすぐ分かっちゃうね。めっちゃ塩分強い。うん、うん、美味しさもありがとう。美味しいです。え、ちょっと待って、本当にこれ多分肉団子の香りよね。が本当にきついかも。取っちゃった。お魚さん、塩分高い。お魚さん、うん、肉団子好きだよ本当はね。肉団子って感じ。本当は美味しそうだけど、今の私には無理です。ランタボさん、ありがとう。うん、そう、直樹さんが鍵開けしてくれたの。うん、皆さんギフトもありがとうございます。嬉しい。うん、そう、肉団子香り強いね。うん、ありがとう、星投げカウントの呼びかけ。皆さんお願いします。うん、鮭おいしいね。これさ、鮭のさ、骨があるポイント教えてほしい。うん、絶対刺さりたくない。うん、ごめんね、めっちゃ急にショールーム始めて。本当に帰ってくる時間読めなかったわ。うん、うん、お魚さばけると骨のあるとこ分かるようになる。ああ、なるほど。
なんともさんもありがとう。嬉しい。久しぶりに会えたね。ねえ、絶対これ骨あるじゃん。難しいよ。骨難しい。うん、お弁当もらったんですよ。そう、ん、オールドルーキーの前回の見たよね。ん、前回のさ、オールドルーキーさ、車椅子テニスですか。痛すぎる。刺さった。刺さった。え、ちょっと鮭やめようかな。うん。うん、めっちゃ痛かった。え、骨抜き？雪じゃけ？めっちゃいいじゃん。うやん、骨抜きがいい。鮭食べるのが怖くなった。今怖くなりました。たった今。うん、うん、鮭も怖い。うん、お弁当。うん、もう鮭やめようかな。もうだって見るからに骨やん。うん、鮭食べたいけどな。待って、それよりも私はつくねの香りがひどい。鮭断念しますよ、怖いので。うん、つくねどうにかしたいの。うん、うん、ティッシュでもかぶせるか。うん、ご飯があるよ。ご飯は食べれます。うん、ありがとうございます。ありがとう。今日はひかちゃんと帰ってきました。そう、今日はね、ルンさんとルンバカオルさんとひかちゃんがずっと一緒にいてくれました。優しい。これぐらいなら食べれるでしょ。うん、ほんとだね。ランタボさん仕事みたいになってきたね。頑張って、応援してる。ありがとう。うん、そう、ひかちゃん久しぶりのお話し会かな。うん、そう、本当にこれ骨怖いわ。みんな骨気をつけてね。うん、うん、
く23時からやります。うん、告知するわ。3枠目は、23時からします。今日は誰と写真撮ったの？今日さ、ひかちゃんとルンバカオルさんとずっと一緒にいたのに写真を撮りませんでした。そう、お互いに撮っただけ、撮りやっこしただけなので、今日は一人の写真しかないです。あ、待って、骨いるじゃん。なんでだよ、怖いじゃないか。待って、今日のお弁当骨いっぱい、大変。待って、これ食べれるかな。ちょっとこのお弁当はごちそうさまにしますので、ちょっと待ってください。一旦これはごちそうさまします。ごめんね、お弁当。ごめんね、お弁当さん。本当にごめんなさい。ちょっと待ってね。え、乗りついてる？ありがとう。いや、あのね、念のために買っておいたものがあるので。いや待って、念のために買っておいたものっていうよりさ、朝持ってきたやつの方にしようかな。そう、念のためにね、このお弁当最低私食べれるもの今あんまりないので、とりあえず これはごちそうさまで、もうさ、多分ね、めっちゃね、めっちゃ形やばいんですけど面白ー。ネイルかわいい、嬉しい。ねえ、やばい、見て、みんな見て、やばくない？やばいよね、形やばい。あ、でもこれはなんで22日の朝7時っていつ？明日？わあ、迷うな。お稲荷さんにするかこれにするか迷う。どっちがいいと思う？ね、これお餅じゃないって。これはセブンイレブンのしそわかめ。待って、どっちがいいかな。おいなり、オッケー。じゃあこれ明日の朝食べるね。
明日の朝食べますので、ちょっと待ってください。おごよーと、じゃあお稲荷さん食べますね。このお稲荷さんも食べれるかわかんないんですけどね。お稲荷さん食べまーす、はい、おせんべいになっちゃって、本当にこれは明日食べますね。じゃあこれ食べます、これを食べます。あ、つぶれ方すごいね。確かに、まあ、バッグにね、コテンパンにされたんでしょう。え、つぶして食べるわじゃないよ。お稲荷さん食べます、いただきます。お稲荷さんでもファミリーマートのが好き。これはローソン、ローソン、ローソン、ローソンのこれ食べたことないかも、あるかも、ね、まあいけそうな気がする。いただきます。じゃあいただきます。気を取り直して、いただきます。お弁当はほぼ食べれませんでした。どこのお稲荷さんが好き？みんな。そう、今日ホテル。オンライン8時まであったのでね。で、これ持ち上げたい。T シャツ気をつけます。ご飯に何も入ってないタイプでした。うん、3個入りのやつ。なんかおにぎりタイプやったらセブンイレブンが好きで、なんかこういう3個入りとかのやつやったら、あ、そう、五目のセブンイレブンのが好きやけど、3つ入りやったら、そう、もうファミリーマートが好き。黒糖のお稲荷さん、すごい。お店によってね、あるよね。5枚入り、なるほど。これ何も入ってないタイプですよ。え、全然違うよ、味全然違う。それだけは言える。東京でよくコンビニ行きますよ。
もうシンプルに味が違います、うん、ジューシーさとかねえ、高級コンビニでもスーパーでもないところって どこでも美味しいイメージ。なるほど、どこでも美味しいけれどもね。紅生姜いらないんだよな私。うん、いらないタイプです。近所のスーパーのお稲荷さん、あー薄味、うん、濃い味がいいね。確かに濃い味が私も好みますかも。好みますかもって何うん、うん、食べづらいね。うん、うどん屋さんのわかる。牛ごぼう山椒入りおにぎり、え、おいしそう。山椒、なるほど。確かに、なんか AKB の14周年記念の時に差し入れで確かに お稲荷さんあった。丸亀製麺の、え、食べたことない。美味しそう。うん、お稲荷さん美味しいよね。懐かしい、14周年とか2年前とか。え、そう、有名な多分お稲荷さんだったと思う、あれ。お水めっちゃ飲みたかった、ありがとう。お稲荷さんの周りの皮が反対のやつ、え、覚えちょらん、そこまで。うん、めっちゃお水干してた。なんかお腹いっぱいになってきたな。あと一つ、めっちゃお腹空いてたので、なんかさ、お腹すいちょっときって逆にさ、食べたらなんかお腹いっぱいって気持ちにならん？じゃあ最後の一ついただきます。うん、待って、ちょっと休憩させて、ちょっと休憩しよう。何？東京のおつな寿司さん、いや、どこのかは分からんちゃけど、なんか前にね、14周年記念の時あった、なんかゆず味とかあった、記憶ある。豊川稲荷、発祥の地、え、食べたい食べたい、それ食べたい。え、そう、空腹の時の方が食べれんよね、意外と。わかるわ。
休憩するとだんだんお腹いっぱいになってくる。待って、私そういうタイプだったことを忘れてた。食べます、はい食べます、ごめんなさい食べます。私休憩すると食べられないタイプなんですよ。食べます。だからありがとうわさびさん、いただきます。赤坂の豊川稲荷のお稲荷さん、名前の概念、いただきます。なんかこれさ、一つが大きくない？おにぎりタイプの一つのやつにすればよかった。あ、一緒タイプ仲間。なんかこれ大きいのよ。今日はご飯配信です。ボリューミー、ボリューミー。これは214円。なんかいっぱい、なんかさ、あと一口がさ入らんくない？あと一口、みんちゃん就職、全然そんなことはないんですけど、いいな。ロイズのチョコ、ロイズのチョコレート大好き。サラダ食べたいけどね。私が唯一食べれるあのひじきのサラダ売ってませんでした、残念。お味噌汁は嫌いですか？お味噌汁めっちゃ好き。でもね、今飲めないの。ね、お稲荷さん、お稲荷さん大きさにもよるけど結構パンパンになっちゃうよ。え、ロイズのチョコ分かる、外れないがね、好き。生チョコが好き。味覚と嗅覚の問題です。そう、本当は好きだよ。美味しかった、とっても。よし、そう、握り寿司と違うやん、わかる。そう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 やん。お取り寄せしたい本当に。全然寝るだけじゃない、さっき帰ってきたので。
あのお風呂に入りますけど、でも空き時間45分しかないので、12時までの配信が終わった後お風呂入ろうかなと思ってます。うん、わかる。でポテチチョコのやつね、めっちゃ好き。あれマミーもめっちゃ好きで、あのロイズさんの買ったりしますよ、売ってる時に。美味しかった、お腹いっぱいだよ。せーの、せーの、ごちそうさまでした。いや美味しいよね。しかもさ、あれさ2種類あるやん、オリジナルとダークチョコ、どっちが好き？私はオリジナルが好き。え、握りのランチ仲間、握りのランチなんて食べてないけど、今お稲荷さん食べたから仲間。北海道物産展ね、大好き。北海道物産展とか沖縄物産展大好き。はあ、ね、オリジナル美味しいよね、わかる、めっちゃ美味しい。でもダークはダークでダークも美味しい。待って、なんかダジャレみたいになっちゃったけど、そう、なんかさ、なんかさ、そう、北海道物産展とか沖縄物産展、なんかちょこちょこなんかさ駅とかでもやってたりするやん、ちょっとそういうの見に行ったりするのも好き。うん、期間限定のロイズの抹茶チョコ、美味しそう、美味しそう。私はあのロイズの箱に入った生チョコが好きです。そう、それの普通のなんだっけ、普通の味が好き、あの青い箱のやつ、うーん、なんだっけ名前、オリジナルじゃなくてさ、なんかそんな感じ、シンプルじゃなくて、なんかなんだっけな。そう、好き。あー、白い恋人とね、六花亭のねバターサンドね、美味しいよね。いや待って、宮崎の駅ではやってないですよ。うん、宮崎はねえ、うん、そういうところではやってないですけど、そうね、百貨店とかでやってるかな。うん、ね、有楽町に物産展、え、楽しそう。あと15分ありがとう、タイムキーパー助かる。え、早いね、ご飯食べたらすぐに時間経っちゃう。うん、ジャガポックル、あ、ジャガポックルね、食べたことないんですよ。そう、ジャガポックル食べたことなくて、北海道でバターサンドいっぱい買ってきた。ちょっと私のマミーに分けてもらえます？マザッピさん、マミーの大好物なのだ、バターサンド。六花亭やろ、それきっと。東京は駅でよく見る。そうそういうことよ。そう、あるよね、駅にいっぱい。小樽のルタオの、え、待って、チーズケーキ美味しいよね、わかる。え、わかる、ルタオの美味しいよね、知ってる。それね、なんかね、あのお土産でもらったことがあって、あ、お土産で買ってきてくれたことがあって、それ美味しかった。チンスコー食べたい。え、ジャガポックル食べたことない。え、六花亭いいな。そう、東京はね、駅でめっちゃやってるんですよ。そう、そうなのよ。うん、秋のごなやまさん、ありがとう、嬉しい。あ、
タバのチンスコ私飲みました、飲めました。え、言ったよね、言ったよね、確かこの間中に入ってるもの聞いたらコーヒー入っちゃなかったから頼んで飲めたって。飲みました一回だけ、飲みたい。また今日のオンラインは確かにねるねるねるの話楽しかったね。山本浩一さん、また次あのねるねるねるね配信でするときに一緒に作ろうね。うん、あー確かに北海道スイーツはね女の子人気ありますよ。そりゃザンギ唐揚げやろ、ザンギ、美味しそう。バターの味が違う、あーやっぱ北海道のバターがいいってことね。もう美味しいよね北海道は。なんでもなんかさ北海道って会長だけでさ、あ絶対これ美味しいってならん？買ってみようってならん？うん、北海道なんかね、私の友達にもいるんですよ、北海道って書いてるだけ書いてあるだけで買っちゃうみたいな子いるっちゃけど、そう親友ちゃん、そう、もう北海道って書いてあったら間違いないよねみたいな。ね、唐揚げよね、ザンギ、ザンギはニンニク醤油に漬け込んだ唐揚げ、あ、ニンニク醤油に漬け込んだ唐揚げがザンギなんですね。なるほど、ただの唐揚げじゃなくてね、そういうこと、すごい。海鮮食べたいな。トカチンさん、花束じゃなかった、お花ありがとう、バラありがとう。トウモロコシ美味しそう。トウモロコシの季節か、待って寒い寒い、こりゃ寒い、風邪ひく。ちょっとこの風がいかんちゃうかね、はあ、寒かった。スマホ重くて10連失敗しちゃってバラバラ、めっちゃ可愛い点になっちゃった。ああありがとう、めっちゃ可愛いタワー、ありがとう。せーの、うん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 、スクショでごめんね、うん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 、ありがとう。風邪ひくかも、風邪ひいちゃうかも、寒くて。うん、あ、皆さんオンラインお話し会すごく楽しかったです、うん、今日ね海外の方が来てくださって、あ待ってみんなメールを書きたかった、え待って、え時計ずれちゃうやん、お部屋の時計ずれてます、お部屋の時計9時55分です、10分違うやん10分違うやん、みんなごめんなさい、明日送ります。そうでね、えずれちゃう、そう今日海外のあのファンの方が来てくださって、そうねめっちゃ笑ったね、わさっぴさん楽しすぎた。ちょっとわさっぴさんあの2枚のサインめっちゃ楽しみに待ってて、うん、めっちゃ上出来だから、うん、今日皆さん当たった方楽しみに待っててくださいサイン書いたので、うん、そうそれで海外の方が来てくださって、中国とタイランドから来てくださって方がおって、なんかタイランドの方があの日本語が喋れないよって感じの方だったんですね。でも
で最初にどこからですかってどこからですかって聞いたら、あのなんだっけ、あのもうどこからですかすら分かんなくて、多分でもう日本語分かんないよって感じのお顔されてたので、私が Where are you from? って聞いたら、タイランドって答えてくれました。ちょっと奇跡的に私が喋れる英語が出てきてよかったです。 Where are you from? って聞いたら、タイランドって言ってくれました。タイランドの方なんだって分かって終わりました、お話から。そう、またお会いしたいですね。うん、すごい海外の方、日本人がよく見えちゃうのかな。そう、え、そう、サラノンイングリッシュが通じました。そう、そう、よかった、サラノンイングリッシュが通じて私は安心しました。そうなのさ。だだだだだ。ねえ、すごいよね、海外の方と。嬉しい。なんか海外の方はなんかね、あのあれですね。なんか多分テンパらないようにかな。あの多分文章を書いてくださってたりするんですよ。それを読んでる姿がとても可愛くてね。英会話、もうサラノイングリッシュでいきますよ。でもなんかちょっと喋れたらいいよね。ちょっと喋れたらいいですよね。でも私も前ね、前なんかカナダの方とお話ししたときに、多分その方は日本語喋れたっちゃけど、でも私が、なんて言ったっけな、 Where are you from? って聞いたら、キャナダって言われたので、ちょっと Where are you from? 喋れるだけで違いますよ皆さん。うん、コープくんか、ありがとう。え、どこのありがとう、それタイランド、コープくんか。そう、話すことを書いて読んでくださりますね。うん、うん、どういうこと？色白で鼻がスッとしていて、手足が長くて目がキリッとしてる。あ、日本人の特徴？すごい。タイ語すごっ、コープくんか、素晴らしい。うん、確かに海外の方ね、片言、そっかそっかそっか、確かに。うん、ねえ、夏休み家の大掃除終了、お疲れ様。確かに確かに確かに、顔つき違うね全然。なんかさ、ヨーロッパの方とか、あのなんていう、彫りが深いって言いますっけ、なんかそんな感じですよね。くっきりしてますよね、鼻とか高くてスッて鼻筋通ってて、なんか目もパッチリで、目の色が違ったりね。うんうん、外国人に間違われる。うん、3分前ありがとう。ランキング読んでいきたいと思います。10位はエアップエルさん、ありがとうございます。12位はヒデオさん、ありがとうございます。10
11は和田さん、ありがとうございます。10はフォレスト系ダンさん、ありがとうございます。9はフォルテさん、ありがとうございます。8はギャルサットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。7位はカラスのカーコアットマークルンバニアさん、ありがとうございます。6位はヤス1983さん、ありがとうございます。5位はワサッペイさん、ありがとうございます。4位はポクレンパサランさん、ありがとうございます。3位はアーサーさん、ありがとうございます。2位はぶっちゃん、ありがとうございます。そして1位はあきのこの山さんでした。ありがとう。はい、皆さんありがとうございます。あと2分ありがとう。タイムキーパーさんもたくさんいてくれるのでありがたいです。今日岡田奈々さんが岡田奈々さんとひかちゃんとルマカオルさんが喋ってて、そうで、そう私にも話しかけてくださって、めっちゃ優しかった。可愛くて、うん、嬉しかったです。うん、タイムキーパーに感謝、ありがとう、感謝してますありがとう。タタタタン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 、イエイ。ねえ、ナナさんとひかちゃんめっちゃ仲良くてびっくりした。なんか寂しいね。45分間バイバイするだけなのに、なんかちょっと寂しい、寂しいです。皆さん11時に私に会いに来てください。ぼっち空のに、ただいまぼっち中、会いに来てください。うん、それでは皆さんありがとうございました。バイバーイ、バイバイバイバーイ、バイバーイ、ありがとう。